シワコーン冷中長は、ガイという名前で知られる、大の俳優、歌手。フレッシュボーインガール2014の優勝者で、2016年の連続ドラマ、キスザシリーズにてデビューした。1992年8月27日に、スラートタニー県で4人の兄弟姉妹の2人目として、生まれた。スラートタニー学校を卒業した。 バンコク大学コミュニケーション芸術学部に在学中にメディケアによるコンテストフレッシュボーイガール2014で優勝した。2016年にデビュー作であるキスザシリーズにファースト役で出演。2017年にはユー、プリンスシリーズ、スラム、ダンスザシリーズ、マイディアルーザー、ソティスエスなど多くのドラマに出演した。現在は GMMTV に所属している。GMMTV が企画したバンドプロジェクトザ・グランド・サンズにベースとして参加しており、2020年11月21日、22日にタイで開催される大規模イベントファントピアに2021年1月8日にはチャンネル7の番組ゲスマイエージに出演した。ありがとうございます。